はい、今朝もね8時くらいにまほろばの湯で日帰り入浴してきました。で、今から仙台の方に戻るんですけど、途中で道の駅村田ってとこかな、そこで、ま、牛タンのお土産を見てこようかなと思います。そしたら仙台の方に向かいたいと思います。また山道を運転します。なんかね50分くらいで着くらしい。はい、行ってきます。昨日ご飯カップ1杯分食べてお腹いっぱいだったんだけど、なんか腹ごしらえとこう。次おにぎりとシーチキンマヨネーズ。シーチキン食べとこう。あ、海苔買うと大変なことになるんだよな、車内が。まあ、いっか。あっち。はい、早速ダブラップ作りなわけですけど、さあ、あれこれ、一人一台、もう一人一台です。第一台ありますか？あ、第あります。あ、第ありますか？はい、一人一台作っていただきますので、じゃあ、おのおの作業を開始してください。はい、よろしくお願いします。ナマステ、チョモカです。今日は温泉入ってちょっと用事を済ませて、で今からご飯に行きます。今日はねホテルを仙台市内のホテルに泊まらせてもらってます。ずっとさ車で寝てたからさ、いきなりこんな広い部屋に来て寝れるかな、逆に狭いところで寝ちゃったからさ、突然ふかふかのベッドだよ。ちょっと眉毛でも貸しとこうか。結構初日から充実していてもう大満足ですよ。いいところですね。自然がいっぱいだし、海もあるし、都会的なところもあってね。チークも塗っとくか。
明日はね芋煮会があります。こっちの仙宮城の方の奇祭と言われている関東とかではない行事ですね。みんなでね芋煮を囲って食べるんですって。楽しそうですね。ハラルバージョンでお醤油と牛でやるそうです。いや楽しみだな。こんな感じでいいかな。うん、こんな綺麗な空間で撮影するのは初めてですね。こんな広いベッド一人で占領、幸せだ。多分こういう綺麗な背景の映像はこれで最後だと思います。またねキャンプとか行きたいですね。ちょっと人混みを避けてねキャンプ場とかには行かずに無料で駐車できるような暗いとこに行きました。それはそれで良かったです。楽しかった。